はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。セイキン TV といえばね、これまで数々のお寿司グッズを紹介してまいりました。今回はこちら、じゃじゃん、飛び出せお寿司。これ何なのかというと、10貫同時に作れるんですよ。お寿司がスポーンとね、簡単にできると。はい、中身こちらですね。この2つだけだね。早速作ってみよう。まずは各穴に酢飯を詰めましょう。はい、一通りシャリを詰め終わりました。そしたらこれの登場だ。これで軽く押し付けます。これをこうだね、こういう風にして、まあ軽くでいいんじゃないかな。あんまりやると潰れちゃうしね。おお、わさび塗ります。はい、今日の寿司ネタはこちらです。まあね、刺身盛り合わせ買ってきました。ちょっとね、魚ばっかりになっちゃったんだけどね、僕好きなやつばっかりだったんで、これでいこう。よーし、出せるぞー。新鮮だよ、新鮮だよー、これは。はい、中トロだ。はい、次これ、これ何ですか。これタイですよ、タイ、マダイね。はい、これね、ブリです。はい、大きいよー。はい、これはヒラメ、カンパチだ。はい、いい感じだよー。魚ばっかりだね。うん、そしたら最後またこれを使います。はい、じゃあこの飛び出たところにこれを乗っけます。なんとなくわかったかな。横から見るとね、こういう状態です。はい、じゃあ行きます。お寿司マジックファイル、きたー皆さん、わかりました、わかりましたか。ほらほら、わかる。全部寿司が上に上がってきてんですよ。いかがでございましょうか。かなり綺麗じゃないこれ。いやー、めちゃめちゃ簡単に完成しましたね。パッと見ね、もう職人技のレベルですね。で、これ何がいいかっていうと、この型がそのまま最終的には寿司ヘタになっちゃうっていうね。それがいいですよね。あ、じゃあそれですいません、すいません。いただきます。あ、言うまでもなく美味しいね。最初にご飯をこう詰めて、その上にグッと押しましたよね。それによってシャリがね、ちょうどいい硬さになってますね。で、何よりもね、こうポンって押してスターンってこう出た瞬間のあの感動をね、10貫一気にできちゃうっていう。はい、今日やった飛び出せお寿司、僕はですね、東急ハンズで購入しました。ただね、Amazon でも売ってますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ですね、僕当時小学校高学年ぐらいだったと思うんですけれど、その時にハモネプが始まったんですよ。で、それを見て、わーかっこいいなーと思って始めました。で、僕が中学生の時ぐらいはヒカキンと、あと友達とね、アカペラグループ組んでやってましたね。懐かしいな。はい、ということで、また次回のセイキン TV でお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、こちらのチャンネルでは僕セイキンが様々なゲームを実況プレイしています。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック。
スマートフォン、その他タブレットからご覧の方は、この動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また、僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。